ありがとうこんにちは、ズイコです。それでは今回なんですけども、ペイペイ3月は最大で20%還元もスーパークリーニング伊藤園の自販機でキャンペーンということで、本日はまたペイペイから新たなキャンペーンが発表されたので、大きく3つに分けてサクッとお伝えしていこうと思います。それではまずはこちらから。 じゃんということで、対象スーパーマーケットで5%戻ってくるということですね。いやーまあ少し前にも噂がされていましたが、発表されましたね。還元率や上限などは後ほどお伝えします。で、こちらのキャンペーンは来月の3月4日からスタートしまして、3月の31日までの約1ヶ月弱のキャンペーンとなっています。そして以前も似たようなキャンペーンもあったと思うんですが、今回のキャンペーンは10時から14時の間のみのキャンペーンとなっています。 次に今回の気になるキャンペーンの還元率が今こちらですね。まず通常のペイペイユーザーの場合はペイペイ残高から支払った場合は5%還元。そしてヤフープレミアム会員、そしてあとはソフトバンクワインボワイルユーザーの場合はペイペイ残高から支払って10%還元ということになります。ちなみにここにも出てる通りヤフーカードやその他のクレジットカードからチャージした分に関してはキャンペーンの対象外となりますのでお気をつけください。 そして、不要上限は1回のお買い物で500円相当、期間中は最大で3000円相当となります。ちなみに5%還元でお買い物をする場合は、1回のお買い物で1万円分で上限の500円まで、そして、トータルで6万円分のお買い物をしたら上限の3000円に到達するということですね。 あと10%還元の場合だと1回のお買い物で5000円、そして上限が500円となるということと、そして期間中、トータルで期間中3万円分のお買い物をしたら上限に到達すると、3000分の上限に到達するということですね。まあだけどこう見たら食費とかにだいたい3万円分と、まあそんぐらいかかる人にとってはちょうどいいぐらいじゃないかなと思います。まあこのヤフープレミアム会員とかソフトバンクワイモバイルユーザーの方にちょっと限るという感じにはなりますけども、 まあまあ、ちょっとお得かなという感じですね。そして気になる対象店舗なんですけども、ちょっと こちらなんですが、ちょっと数が多いので、全部は全部読み上げませんが、僕が知ってるお店だと、福岡だと夢タウンとか、あとミスターマックス、そして西鉄ストアとかですかね。ちなみにこれは2020年2月の6日現在の段階ということで、公式ページな順次掲載予定と表示がされていました。なのでまあ場合によっては追加される可能性もあるということになりますね。まあ僕はスーパーだと、まあサニー、 まあ、知ってる方であれば、サニーの利用頻度が多いんですが、ちょっと今回のキャンペーンに西鉄ストアかミスターマックスに行く予定にはなりそうかなという感じですね。もしこれらのお店でニヤニヤ、ペイペイで決済してたら、多分それはゆずひこだと思ってください。以上がペイペイのスーパーで最大10%還元のキャンペーンについてでした。次はこちら。 ドーンということで、対象のクリーニング店で10%戻ってくるというキャンペーンですね。まさかこう、クリーニング店でペイペイのキャンペーンがあるっていうのはちょっと面白いですよね。このキャンペーンの期間は、スーパーと同様に3月の4日から3月31日までのキャンペーンとなっています。気になる還元率はこちらですね。もうすでに青い枠が入ってるんですけども、通常のペイペイユーザーの場合は、ペイペイ残高から支払ったら10%還元。 そして、ヤフープレミアム会員やソフトバンク、ワイン m o ルユーザーの方だと20%還元となります。こちらもヤフーカードやその他のクレジットカードからチャージした分についてはキャンペーンの対象外となりますので、お気をつけください。上限なんですけども、1回の利用で500円相当、期間中は1500円相当までとなっています。 ちなみに10%還元で利用する場合は1回の利用で5000円分で上限の500円までそしてトータルで1万5000円のお買い物で上限の1500円に到達するということあと20%還元の場合だと1回の利用で2500円で上限の500円まで行くとそしてトータルで期間中7500円分の利用をしたら上限の1500円に到達するということになりますね 気になる対象店舗なんですが、現時点ではまだ特に発表はないので、決まり次第公式ページに掲載されると表示がされていました。まあ3月のクリーニングということでしたので、スーツとか普段着てる方は結構お得だなと思いますし、あとはやっぱりこう冬物のコートとかそういったものをクリーニングに出すタイミングとしたら、このキャンペーンを利用するのもありだと僕は思いました。僕もちょっとこのキャンペーンでまとめてクリーニングには出したいと思います。以上 クリーニング店で最大20%還元のキャンペーンについてでしたそしたら最後3つ目のキャンペーンをこちら じゃかじゃんということで、伊藤への対象自販機で最大20%戻ってくるキャンペーンですね。いや、まあ、伊藤への自販機でのキャンペーンというのは、またまたこれも意外でしたね。こちらのキャンペーンも、スーパーとクリーニングのキャンペーンと同様に、3月の4日から3月の31日までとなってます。そして、対象の伊藤への自販機なんですけども、全国4000台くらいあるらしくて、まあ、今出てるような上に2つ表示されているのはポスターがあれば、これがキャンペーン。 の対象の自販機ということになりますうんけどまあ僕の住んでる近くでこの伊東への自販機を見たことがない気がしますね今のところもしですね福岡の方でこういった自販機知ってる方がいらっしゃいましたらどこにありましたよなどがあればぜひ教えてくださいそしてこのキャンペーンの還元率なんですがご覧の通りとなってますなんとこの伊東への自販機のキャンペーンは ペイペイ残高から決済したら基本的に全員が20%還元ということになってます。これ嬉しいですね。ちなみに Yahoo カードやその他のクレジットカードでチャージした分はキャンペーンの対象外となります。一番下にも出てるんですけども、付与上限に関しては一回に最大で50円相当、そして期間中は200円相当までとなります。 なので、1回に250円のドリンクを購入して、最大で50円までの付与そして、トータルで1000円分を決済、まあ、購入したら、マックスの200円分まで戻ってくるということになりますね。まあ、というより、ふと思ったんですが、1回に250円って自分で言って思ったんですけども、250円のドリンクってあるんですかね <laughs> ちょっと気になるところではあります。 一応ですね、公式ページに使い方みたいなものもありまして、まず最初に、伊藤への自販機を見つけたら、丸一番ですね、商品を選んだ後に、自販機の液晶画面のペイペイという項目があるので、それを選択します。次にペイペイのアプリからスキャンを選択して、ここで自販機に表示されたバーコードを読み取って、ペイペイの画面で料金を入力と。 これで支払いが完了という流れになります。まあ操作には基本的に結構シンプルですね。けどさっきもお伝えしたように、果たしてこのような伊藤への自販機があるかなっていうところですね。以上が伊藤への自販機のキャンペーンについてでした。念のため、キャンペーンのまとめですね。まずスーパーから、期間は3月の4日から3月31日まで、還元率は5%から10%還元。時間は10時から14時まで、上限は1回に500円で期間中3000円まで。 次はクリーニング店ですね。期間は3月4日から3月31日まで、還元率は10%から20%で、上限は1回に500円で、期間中1500円まで。そして、対象店舗は決まり次第、公式ページに出てくるということですね。最後、糸への自販機のキャンペーンですけども、期間が3月4日から3月31日まで、還元率は全員が全員20%還元で、上限が1回に50円、そして期間中200円相当まで。で、ポスターが目印ということで、今右下に出ているようなポスターを目印に、ぜひこのキャンペーンに参加してみてください。 まあ、そんなこんなで今回はペイペイ三3つのキャンペーンについて簡単ではありましたがお伝えさせていただきました。いやー、今回は個人的にスーパーのキャンペーンがちょっと嬉しいかなという風な感じですかね。まあ、クリーニング店に関しては近くのお店が対応していればちょっと僕の冬物の洋服を出そうかなという感じですかね。 あとは、伊藤への自販機に関しては、とりあえず探すところからがスタートなので、まあ時間がある時にお散歩がてらちょっと自販機見つけてみたいなと思います。 まあ、あの、航空音みたいなマップがあれば、さらに、それはそれで便利なんですけどね。まあ、伊藤園さん、ぜひですね、マップの機能などがあれば、それに期待をしております。もしくは、あれですね、PayPay のアプリとかにも表示がされれば、ちょっとそれはそれで嬉しいですね。ということで、今回ですね、お伝えしたキャンペーンの公式リンク、下の概要欄に貼ってますので、ぜひ詳細気になる方はチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 いやー、昨日はですね、去年の4月から YouTube で僕、毎日投稿をスタートしてですね、初めて動画投稿お休みしたんですが、気がつきましたかね <laughs> むしろ一人でも気がついてくれなかったら、まあ、ちょっと寂しいとこではあります。まあ、自分の中でちょっとした違和感はあったんですけども、たまにはまあ、こんな日もありだなと思いました。もともとですね、まあ、YouTube 以外も色々と基本的に取り組んでるんで、今後も場合によっては更新できない日もあるかもしれません。 のでそこはご了承くださいけどですね基本的にはまあ毎日投稿するスタンスなので、まあ、これからも楽しみに回っていただければと思います。ということでありがとうございました。